プライドが高い猫をお願いします。このプライドの高い画家に任せろ。プライドの高さは絵で表現できるんです。そう、僕ならね、一見まとまりのない3色、顔の部分には冷たい色、水色、それらを機械的に配置し、さらに機械的に金色ストライプで締めていく。プライドの高い僕ならわかるんだけど、プライドが高いっていうのは寂しさや恐れから来る防衛本能であり、気づいてほしいという心の叫び、ドアを叩くような攻撃、檻の中に閉じ込めてしまった思いから少しだけ透けていくドットのような愛情、そうやってしか生きてこれなかった。本当はただみんなと仲良くしたいだけなのに。